こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はこのスリックのカタログを見ると、不思議なシリーズ名が残っている、これですね、デジタルシリーズと書いてるわけなんですが、このデジタルシリーズのスプリント L110 についてお話をしていきます。このデジタルシリーズという名前の考え方というのが、2002年ぐらいに付けられた名前ということなんですけども、もともとその当時のデジタル、 今デジタルカメラが当たり前でフィルムカメラの方が珍しいという状況なんですけどもデジタルカメラ当時はですね本格的な作品作りはフィルム一眼レフカメラレンズ交換できないいわゆるコンパクトデジカメコンデジというのが当時のデジタルカメラの位置づけということで軽量なカメラながら色々多機能に使えるということでその時ちょうど伸び盛りだったカメラということなんですね そういったことで、スプリントはデジタルシリーズということで名前を付けたわけなんですけども、そのスプリントの思い出をお話ししていこうと思います。このスプリントが出る年というのが2002年、スリックが健康グループに加わって、そして新しい三脚を立ち上げようということで作ったのがこの三脚なわけなんですけども、それ以前のその軽量三脚の状況というお話をしますと、 90年代の後半ですね。スリックでは軽量三脚の決定版ということで、スナップマンデラックスという三脚を出していました。これはもともとグリーンシャンク110という緑色の足の三脚に、雲台部分が小型自由雲台二一2110小型自由雲台というのをくっつけたものだったわけですが、 これは当時のカメラショーでスリックのお話をしてた森康夫さんというスリックの広報部長が使っていた三脚を製品化したものという製品なんですね。スナップマンデラックスは畳んで55センチ。三段型で伸ばすと1メーター45センチ。伸ばすと1メーター45センチということはエレベーターを上げてカメラがちょうど目の高さぐらいに来るということで。 軽くて目の高さが来る三脚というスペックは満たしてたわけです。当時、アメリカにポピュラーフォトグラフィーというカメラ雑誌がありまして、ポピュラーフォトグラフィーの名物編集長、ハーバード・キュプラーさんという方が自分の望む三脚は軽くて目の高さが出る三脚だということを記事を書かれました。で、当時のスナップマンデラックスは日本製ということもあって高価だから アメリカには輸出しないという方針だったんですね。当時アメリカに売ってた三脚というと、まあ高級品のザ・プロフェッショナルのような日本製三脚は出てたわけなんですが、普及化学品のものは耐性の U8000、U6000 といったモデルを売っていました。ところがそういったことでですね、ハーバード・キュプラーさんは軽くて目の高さが出る三脚が欲しいと言ってるぞということを英語で読んだ森岩荘さんは日本から 三脚、スナップマンデラックスを送ったんですね。そうすると、当時のポピラーフォトグラフィーの雑誌に乗っかってしまうということになりまして。そうすると、アメリカ代理店は急いで、スナップマンデラックスをアメリカで販売するという事態となりました。まあ、これが90年代後半の流れだったわけですが、それを黙って見ているベルボンさんじゃなかったんですね。スリップのライバルというと、ベルボンさんがありますから、ベルボンさんは当時の中谷社長さん。 中谷社長さんは、その、ハーバード・ベッケプラーさんのスペックを叶えるべく、あのより高いレベルで叶えるべくですね。その、それ取り付け方を考えたということなんですが、今、三脚というと、ここにボルトがあって、このボルトのところで、このように動くわけですけども、当時、中谷社長さんが考えたのが、ボルトの位置を、この三脚の脚パイプよりも内側に入れることで、 足の、下の段の足がですね、こう上に収納されるときに、ここのボルトに当たらずに奥まで入るという構造を考えたわけです。そうすると、短く畳まって長く伸びるという構造が実現できるということを考えてできたのが、当時 MA、MAX-I という製品だったんですね。で、ベルボンの MAX-I343 という名前、大粛の言い方かわか,かりませんけど、MAX-I343 という製品ができまして、これが大ヒットしたと。 いうことなんです。そういったバックボーンがあって当時スリック、いよいよ新しい製品を検討するときに、軽量三脚の決定版を考えるべきだということになりまして、開発したのがこのスプリントということなんですが、スプリントは、これは短く畳まって長く伸びるという構造を考えたわけです。畳んだ長さで言いますと、これね、4段式にしたこともありまして、畳むと47.5センチ。 本当にコンパクトになります。50センチを切るというのが一つの目標でもありますからね。そういったことで47.5センチと大変コンパクトに畳むことができるわけですが、これ伸ばすとですね、1メーター60センチを超えて1メーター62センチということで、エレベーターを伸ばすともう目の高さを超えるレベルまで行くんではないかなというところまで三脚が伸びます。しかも伸縮はこれは新しく、 作ったレバーの形式なんですけども、横開きのレバーでこのように素早く伸ばすことができるということですね。こういったことでスプリント L110 が今の最新機種なんですけども、足だけ伸ばしてエレベーター上げない状態で130センチオーバー。エレベーターを上げると162センチということで、ここまで高さが上げられるということなんです。 では、この高さが上げられる秘密について少しご紹介していこうと思います。スリックのザ・プロフェッショナルの足パイプのナット。これを緩めていって外した状態なんですけども、内側を覗きますとですね、見えるかな照明の当て方を変えなきゃいけないかもですね。こういった具合でやや見づらいんですけども、内側のパイプが外側のパイプよりも内側に入ってます。 さらに内側にもう一つパイプが入っているということで、なんとなく見えてますね。だんだん下の段になるにつれて奥の方にパイプが下がっているというのがわかるかと思います。つまり下のパイプは上まで来てない状態なんですね。これは抜け止めの形状の関係がありまして、ここに凹みつけてますけども、ここまでしかパイプが来てないという構造なんです。 あとですね、三脚をこの伸ばした時の、こう伸ばした時のここの引っかかり部分ですね。ザ・プロフェッショナルの場合は、ここの白い帯が2つありますけど、このぐらい重なり幅を取ってるわけです。これだけ重なってるから、実はパイプの重なりが大きくって、まあ安定はするんですけども、伸縮した時の効率が非常に悪いということなんです。 スプリントでは、ここのレバーの形状を見直して重なり幅をなるべく少なくしたというところもポイントだったりしますし、あと足のパイプも、ここの抜け止めの形状を工夫することで、パイプがこの一番奥の このボルトに近いところまで入るということで非常に効率よく伸ばすことができたということなんですね。その結果、畳んで47センチ、伸ばすと1メーター62センチということで目の高さを十分カバーできる三脚とすることができたということです。2002年以来軽量三脚の決定版として売り続けられているスプリントシリーズ。最新のスプリント L110 ではこのように かなり背が高い状態、1メー62センチということなんで、身長178センチの私からしても、もうカメラをつけずに目の高さといった感じですね。実際に、これはソニーの ZV-E10 という、小型軽量なカメラですけども、レンズ交換式のカメラを取り付けて、カメラをセットしてみると、このように。 十分な目の高さをカバーできるということです。このスプリントの先代のスナップマンデラックスですとですね、145センチですからざっとこのぐらいかな。やっぱり15センチ高さが違うとだいぶ違うといった感じになりますね。しかもその15センチはエレベーター目一杯上げてのこの高さでしたから、今1メーター45センチぐらいだとエレベーター半分以上上げずに十分カバーできるということで。 まあ、ミラーレスカメラで、それほど長いレンズでなければ、十分、このスプリント L110 でも対応できるシーンがあるということです。そういったわけでですね、私のこのデジタルシリーズというネーミングの思い出とともに、スプリントシリーズについてお話をさせていただきました。